里式田駅は、北海道内容ロシア座知恵分地北にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W52。電報略号は地方。1977年の地北仮上工場と、周囲約500メートル範囲の状況。左輪っかない方面。道路整備前で、駅と踏切の位置が現在と異なる。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地へ分駅の北側に位置したため、佐市北とした、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の北側に存在する、分岐器を持たない防線駅となっている。仮上工場に羊を持つ開業時からの無人駅で、ホーム東側の出入り口付近のホーム上に待合所を有する。 軽量鉄骨のプレハブの建物である。ホームは旭川方に階段を有し駅施設外に連絡している。移設時に有効長を長くした。鉄骨製コンクリート床である。トイレはない。いわゆる秘境駅の一つに数えられる。ホーム、名寄方の手前に、北海道道252号ビフカ名寄線の踏切がある。この252号線が整備される以前は、 急道踏切が現在の位置より150メートルほどはっかない方に寄った位置にあったため、ホームの位置も100メートルほどはっかない方にずれていた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。周囲は沼や湿地が多い。田畑が広がる。佐藤市北仮上工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。